ですね。2000年だからこの18日に習近平氏が常務委員を引き連れて、うん、新しくですね、歴史展覧会に行ったんですね。でその時のこの展覧会の構造を見てるとわかるんですけども、毛沢東氏と習近平氏がほぼで2人のこの生い立ちからこう出て、鄧小平、江沢民、胡錦涛はもうなんか一括りにされて、もうこちら分数が大きいけど、ここ一緒だって、そうですよね、もうなんかその配置から、いい石が出ているので、そういうところからも読み解けるからもうさ、この2人は生きてらっしゃるわけですから、これはその会場を見て、俺たちの扱いは何だろう、まあね、怒らないんですか。歴史博物館ね、はい、人間日報もね、これ宣伝部のある意味作家ですから、したがってまあそこまで その自由があるというか、そういうことでやれるんですよね。今日の習近平演説は、習近平さんは僕に向かなってくらい、どうし、私びっくりしたの、俺がになってないよく3つの代表、これ江沢民さんだったんですね。科学的発展家、これ胡錦涛さんですね。その時名前つかないんですよ。なんでおあんただけつけるのかと。しかしこの習近平のって、この習近平っていうのは同期役には入ってるんですから、使ってよかったんですよね。でも謎もしか入ってない。そして台湾、今後どういうふうにこの習近平体制になっていくのか、ここに注目したいと思います。じゃあ先進運転支援システムですよ。何の話ですか。フォーラム8の UC ウィンロードの話です。 VR を通じ